スチュワート・アームストロング・コープランドは、アメリカ合衆国のプロミュージシャンである。イギリスのロックバンド、ポリスのドラマー。3人編成という少人数バンドで、手数が多いのにもかかわらず、曲に彩りを与え歌を引き立たせる、独自のドラムスタイル。複雑なリズムを叩きながらも同時に、ハーモニーも歌う。ロックドラムにとどまらず影響を与え続けている、ドラマーの一人。ポリスの活動以外にもいくつかのバンドでの活動をしつつ、一方で、コッポラ映画などでのサウンドトラックを手掛け、オーケストラを率いての公演も行う。ドラムやパーカッション以外にも管楽器、弦楽器、鍵盤楽器など多くの楽器を演奏し、オーケストラのスコアリングも自ら行う。2010年のローリングストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100人のドラマーにおいて第7位。バージニア州のアレクサンドリアで4人兄弟の末っ子として生まれた。父マイルス・コープランド・ジュニアはミュージシャンであり、CIA の設立時メンバーエージェント。レバノンのベイルートでビューローチーフを務めた。エジプト大統領ナセルとの関係も深かった。母はスコットランド人の考古学者。長男マイルス・コープランド3世はインディレーベルを創業しポリスはここからデビューした。後 IRS レコードを創業し R.E.M. やゴーゴーズを世に送り出した。またポリスの初期のマネージャーも務めた。次男のイアンはポリスのブッキングエージェントを務めている。スチュワートはミュージシャンであった父親の楽器を引き継いで所有し、また演奏している。スチュワートは生後数ヶ月でエジプトのカイロに転居し、1957年にベイルートに転居。少年時代を中東で過ごし、12歳でドラムを始めた。1967年から2年間イングランドの学校で学び、その後カリフォルニア州の大学に通った。イングランドに戻り、1975年にプログレッシブロックバンドのカーブドエアに加入、2枚のアルバムに参加した。また、1982年にはバンドボーカリストのソーニャ・クリスティーナと結婚している。1976年12月、すでに解散することが決まっていた、カーブドエアのラストツアーの最中、1974年からジャズフュージョンバンド、ラスト・イグジットを結成して活動していた、スティングのステージを偶然見て一目惚れ、度重なる説得をして、1977年にポリスを結成。スチュワートは当初、パンクブームに乗るバンド構想を立てたが、その後は、レゲエやプログレなどの要素も組み入れ、1980年代を代表するバンドの一組となる。よく挙げられるレコードと楽曲、コープランドはまた、クラーク・ケントというペンネーム、芸名でもレコーディングを行っている。1978年にイギリスのヒットチャートに入った、Don't Care。1980年にリリースされたグリーン10インチアルバム、アフリカへの巡礼の旅の結果生まれた1985年にリリースされたザ・リズマティストなどである。1986年のポリス活動停止中、スチュワートはジャズベーシストのスタンリー・クラーク、シンガーソングライターのデボラ・ホーランドとアニマル・ロジックを結成する。このトリオはファーストアルバムで成功し、世界ツアーにも出たが、その後はレコードセールスは下がり、バンドは続かなかった。コープランドは映画のサウンドトラックを書き始めた。トークラジオ、ウォール街、シーノーエビル、ヒアノーエビルなどである。テレビ番組、ザ・シークレット・ハンターやデッド・ライクメ、ビデオゲーム、スパイロ・ザ・ドラゴンのサウンドトラックや、オペラやバレエの楽曲も書き始めた。1983年、フランシス・フォード・コッポラ監督の映画、ランブルフィッシュの音楽で、ゴールデングローブ賞にノミネートされた。コープランドは、テレビドラマ、バビロン号のテレビジョンパイロット、序章ザ・ギャザリングの音楽も書いたが、番組が終時でシリーズ化されると、音楽担当は元タンジェリンドリームのクリストファー・フランケに変わった。またテレビジョンパイロットのライターズエディションが放映された時はクリストファー・フランケのものに変わっていた。ピーター・ガブリエルなど他のアーティストのバックでもドラムを演奏した。2000年、プライマスのベーシストレ・クレープール、フィッシュのギタリストトレイ・アノスティジオとジャムバンドオイスターヘッドを作った。2002年、ドアーズのレイ・マンザレクとロビー・クリーガーに新アルバムのレコーディングとツアーに起用されたが、怪我の後、相互に民事訴訟を起こすという形に終わった。2005年、アバンギャルドギタリストデビッド・ヒュージンスキーと新しいプロジェクトギズモをスタートさせた。2006年にポリスを描いた映画エブリワン・ステアーズ・ザ・ポリス・インサイド・アウトをサンダンス映画祭に出品した。2006年4月現在、BBC 放映のテレビ番組Just That's of Usにジャッジとして出演。8人のセレブリティが8人のプロの歌手とデュエットを組んで歌を歌うという番組である。49回グラミー賞でポリス再結成を果たし、ワールドツアーを敢行。5月のカナダを皮切りに、米国や欧州を回り、最終地は日本で2008年2月に来た。スチュワートは映画エブリワン・ステアーズ・ザ・ポリス・インサイド・アウトのプロモーションのため春に来日した。その際、パンクスプリングに DJ として出演。精密かつエネルギッシュで、スネアドラムではなく、バスドラムでバックビートを打つという、レゲエに影響を受けた革新的なドラムスタイルで知られる。彼の独特のサウンドの特徴は、硬くてハイピッチにチューニングしたクラックスネアドラムとリムショットをその中心に置き、しばしばハイハットとバスドラムだけで演奏される手数の多い巧みなハイハットワークにある。ポリリズムを用いるアプローチは同時代のドラマーに大きな影響を与える、その独特なプレイスタイルを確固とするものである。ただし、ポリスライブなどを聞くとかなりリズムが走るタイプのドラマーであることがわかる。高橋幸宏は彼のドラミングについてタイミングが前であること、フラムの多様を特徴として挙げている。また、その高い技術、腕前を見せるというよりも、歌、楽曲への敬意として、グルーヴ感を強調するプレーで知られる。このことの大切さをドラムクリニックでも強調している。その時、コープランドは観客に何かを示せる数少ない現代のドラマーの一人だ、と紹介され、シンプルなロックのビートを2分間叩いてみせた。たった2分間にもかかわらず、彼のプレイの微妙な変化はグルーヴ感を増し、観客の心を満たしてみせた。シンプルでありながら楽曲を壊すことのない、しかしそれでいて存在感のあるプレイスタイルが彼の持ち味と言えよう。玉のドラムとパイステのシンバルを長きにわたり愛用している。パイステからは、近年スチュワート・コープランドモデルのライドシンバルが発売された。シンバルのエッジとカップ部分以外の全体がメタリックブルーに着色されているという特徴を持つ。また、日本が誇るパーカッショニストの務山下と玉の共同開発のオクタ版を画期的に使用していた。グリップはレギュラーグリップでほぼ全曲の演奏をこなす。左手のスナップや指先のコントロールは絶妙である。AB、ザ・ポリス&スティングシンコミュージックムックアーカイブシリーズボリューム16、シンコミュージック2008年1月31日 ISBN 978-4-401631731735 ヒストリー1978-1983立川義雄 P21ロッキンオン株式会社ロッキングオン2008年3月号連載ロック、グレーツスペシャルボリューム27ザポリス P81、スコラ坂本龍一音楽の学校ドラムズ&ベース2回目、ドラムの演奏におけるリズム論。ありがとうございます。